俺がね、なんかまたやれたらいいですねって言ったのをみんなちゃんと覚えてるみたいでね。へー、またって言ったからやるんじゃないかってすごい言ってる。気が早いよね。そんなさ、いやいや気持ちはあるけど、そんなすぐはできないです。ベトベトだもんね。うん、疲れたな、ね、ガビガビになっちゃったもん帰り。疲れた、うん、本当に疲れた、ね、もう開いちゃって、もう開いちゃってギンギンで目が帰った、あのまま。私でも裁判の時のあんなにこう流暢に喋ってるアスカがあんな生き生きしてる姿、ここ数年見てないっていろんな人に言われました。あれ素晴らしかったですよね。すっごかったもんね。俺だ、その自分がさ、少しだけ大学に通ってた時に、前も言ったっけ、その犯罪心理学の授業ばっかり出てたので、はいはいはい、もうあれを思い出したね。なんつうか、いや、そのな、本当に頭が切れる人ってやっぱりその説得とかじゃないトーンで喋ったことがもう、うん、ことによってこう自分の意思の方にこう相手を向ける力があるわけ、詐欺師とか。そうそうそう、本当に人のことをコントロールするのが上手な人の喋り方ってやっぱあるんですけど、あれだったもんね。あれはそれだったもんね。違います、違います。あれ素晴らしかったですよ。全然。さあ、今回もですね、我々だけではやはり難しいということなので、はい、助っ人の方に来ていただいております。こちらの方です。よろしくお願いします。お、はじめましてですよね。はじめましてですね。よろしくお願いします。なんかワールドカップの時にアベマであれだけ解説するんやったらテレ朝の方にも出てやって言われて。すごい。見てました、まあ、数々ある中からここ選びましたね。ありがとうございます。俺見てました、解説。はじめまして、本田です。よろしくお願いします。めっちゃ面白かったっす。うわ、これ左手に持ってるの何か分かります？それは多分ビリヤードの、これ吉田麻也ですね。そんな片手で上げられるぐらいなんですか。そうですね。これそういう置き方なのか。わ、すごい。ユート、本物だもん。すげえ、わ、すげえ。その顔してる、その顔。こっちから見てごらん。すごいから。じゃあほら、ほら。うわ、すごい。あ、でもこれ、でもすごい。どこを見てるんだ。すごい。すげえ。すごいな。本物だな。さあ続いてはお家でできる気軽な達成音だそうです。こちら、ペットボトルノールックゴミ箱チャレンジ。お正月休み何する？もうね、3日間しかないのね。え、そうなんですよ。なんで。何するも何も、だからもうおせちを食べて集まればいいんじゃないの、そのなんか親戚とかと。アスカさんやって。アスカさんは、あ、はい、アスカさんは正月、お、入った入った、しかもちゃんとノールックで言ったじゃん。そうね、うん、地味、うん、割と地味だけど、地味だ。絵と合わせてでもいいんじゃないですか、そのノールックだっていうのが気持ちいいでしょ、うん、よかった。最近なんか映画見た？最近、まあいろいろやってましたね、対策も。最近は、はい、ブラックパンサーもやってましたしね。うん、スラムダンクとかもね。どうです、まあそんな見る時間はないのか、アスカさん。どっちも見ました。どっちも見たの、はい、あら、マーベル映画見てきてるんですか、じゃあアスカさん。一個も見たことなくて。それでワカンダフォーエバー見たの。見ました。すごいことすんね。そっか、じゃあ対策見てるじゃん。スラムダンクも行きました。スラムダンクは何、好きなの原作？いや、一回も読んだことない。俺もないんだけどね。俺もないけど。あ、それで見に行ったの？行きました。
どうだった？面白かった。めっちゃ。さっきその話崖根だってたんだよ、うちも。あ、そうなんだ、うん、もうね、新しいの引いてるんです。ワールドカップとか見てた？これさっきね、2人でちょっと話してたんですけど、私はあの最後の試合を見ました。ちゃんとそれこそ、純一さんが解説のアベマでおーおーおーすげえ、スラムダンク効果じゃん。すごい、かっこいいね。かっこいいね。どういう風にとかありますか？もっと歌うように聞いていただいていいですか？ちょっと言っていい？ちょっと腹立つですよ。そのディレクションすっごい腹立つ。いいわそれ、腹立つ。どう？すごい歌ってました。それは嬉しいの？すごい。あ、でもディスコードしてないな。おお。うわすげえ、なんでなんだろう。なんか音鳴ってない？結構真剣に今弾いてる俺は。普通はありえないんだけど、はい、なんかちゃんとなってて怖い。あのね、うん、めちゃかっこいいんだけど、うん、こんな怖い音流して大丈夫なんですか？その時間帯的に。じゃあやっていきましょう。はい。浜須賀放送部。関係ねえじゃん全然。テイクといいよ。じゃあもう次行きましょう。はい。浜須賀放送部。うん。手堅い感じね。はい、ありがとうございます。なんかベースが歌うようにって言ったやつもあるわ。次それでいきます。はい。浜須賀放送部。もういい。いいです、とっても。じゃあちょっとその逆転したやついきましょうか。パートがね。はい。浜須賀放送部。いい、この曲やっぱかっこいいよ。流れてきたらシャザムするもん。変だよ。変だよ。その浜須賀放送部。あ、素敵です。嘘でしょ絶対その言い方。でもあったよね。うん、合ってましたね。ね、じゃあもうどんどん行きましょう。はい。浜須賀放送部。合わせに行けるもんですよね。うん、合ってる。ね、歌ってるやつ行きましょうよ。はい。浜須賀放送部。怖い。怖い今の。めっちゃ怖かった。怖かった。めっちゃ怖い今の。ラストなんで、うん、歌うようにお願いします。うわ、すごいこと言うじゃん。お願いします。浜須賀放送部。浜須賀放送部。面白い。歌おうと思ったらただの関西イントネーションになった。まあ、いいか、踏み出してるけど。面白い。それはそれでね。ありがとうございます。ありがとうございます。